ハローアースノイド。Gジェネシリーズ最高傑作 Gジェネ F の思い出に対するネットの反応をお送りするよ。Y はボーナスステップでエネルギー切れまで延々に行動してた思い出。結局は好きなガンダム使いたいし、そこまで開発頑張っちゃうゲーム。俺は最初に G ファルコン WX 目指した。最初はガンダムばかりのドリームチームを組んで満足するけど、やがてマイナー機体やヒモビルスーツで最強の軍団を作り上げることに奇妙な執念を燃やし始める。今じゃこんなんできないだろうな。ベイトさんくさ、みんな大好き。ザニーと旧ザクひたすら鍛えるのが楽しかった。ただひたすら鍛えた旧ザクにマークギルダー乗せて、サブフライトシステムに乗せて敵陣に突撃するだけで済んでしまうという。コロニーレーザー、コロニー落としに核兵器、何でも使え。核パルスエンジンの使い方次第で偉いことに、F のキケロガとか幻すぎてよく出したもの。あれ初代からなぜかいるんですよ。モビルスーツバリエーション名義でシレット。ボンボンで呼んでた G ユニットも取り扱ってくれるの嬉しかった。あの頃のアナザーの派生作品の中では十分な話数と機体数がある数少ない作品だったからか、ちょっと優遇されてたね。ミサイルゲーであり、ファンネルも防ぎようがない兵器、両方持ってるクシーガンダムが必然的に最強ユニットになる。ペネロペイの方がいい、バルカンの燃費的に。さて、キャジャク隊したのは納得いかんかった。いや、削り役としては扱いやすくなったと思う。撃った後他の味方で狩りまくる。こういうのでいいんだよ、こういうので。ベラ、キンケブ、シーブック、ワイ、そうだったの。辻谷氏、そうだったの。僕この子好き。へぇ、俺のことは好きかい。大好き。へぇ、俺のことは好きかい。アサルト使います。ビームサーベル以外全部マップ兵器は狂気の沙汰だよ。マップ兵器といえば私、ミサイル使うズサがめちゃくちゃ強いのってジージェネでしかないよな。ズサブースターさんならアクシズの脅威になってる。僕はアレックスが好きです。トリスタンも楽しみにしています。アニメの扱いがあれでもプレイヤー人気が高いこの子。武装の隙のなさで言えば二マス目にも攻撃できるスナイパーカスタムの方がいいけど、見た目がかっこいいんだもん。ハイニューガンダムに一目惚れした記憶。黙って道を開けたまえ。開けようにもマップが月光町で全部荒れて満足に進めません。復権しましたね。ザクもちゃんと細かったな。鍛えすぎてやることねえなぁと思ってたら、G ジェネーフであっさり積んだ思い出。 G ジェネーフは誰でもニュータイプにできたり、専用機を生産し放題だったり、小学生男子的欲求に応えてくれるフリーダムさが素敵。当時オリキャラ全員ニュータイプにしたりしたけど、今から思うとなかなか無粋なことしてたなぁと微笑ましく思う。ガンダムファイトモードで手に入る強化パーツの無茶苦茶ぶり。東方不敗流トレースシステムいいよね。結局みんなプロペラントタンク装備にするけどね。 G ジェネはゼロが宇宙世紀を時系列順にプレイできてよかった。初代とゼロみたいな面繰り型の G ジェネがまた遊びたい。まだファースト終わってないのにゼータ系を作ってしまう楽しさは唯一無二。ゼロで序盤にバイアラン作って無双してた。弱点が水中ぐらいしかねえ。 G ジェネゼロが初 G ジェネだったが、時系列順にあるから、ファーストの時代でガイデンやモビルスーツバリエーションの話も混ぜ込んでるのが楽しかったなぁ。ゼロは時系列順すぎて最初ガチで戦艦と戦闘機でモビルスーツと戦わされるのは加減しろバカすぎる。ザク捕獲するの大好きだけど、ソロモン攻略戦で他作品のネームドが一堂に会するシナリオが大好き。初代やゼロみたいな時系列順がいいって人の言いたいこともわかるし、そうした方が作ってる側としても難易度とか調整しやすいんだろうけど、やっぱり好きな話から始められる F 式の方が好き。そのままのリメイクでいいから F をスイッチに出してほしい。F2 として種以降のアナザーをまとめれば売れる売れる。G ジェネシリーズのプレイヤー勢力という謎の組織、アムロの代わりにジオングを倒し、カミーユの代わりにジオを倒し、ジュドウの代わりにクエンマンサとキュベレイを倒して去っていく謎の勢力。味方ゲストからはどう思われてるのだろうとたまに妄想したことがある。敵から見れば見たことない機体がどんどん現れて殲滅していくのだから、ある意味恐怖の対象だろうな。戦艦だけ落として機体回収してるよ、あいつら。なんで我が軍の最新兵器や僕一部しか知らない機体を使ってるのあいつら。怖いとか思ってくれてたら嬉しい。
ゼロでは谷間が眩しかったのに F では一人だけカットインなくなったジェシカ・ラング。G ジェネオリキャラって昔からの続投組は魂あたりからデザインだいぶ変えてきたよね。昔はパーカーの上から連邦っぽいジャケット着たちょっとやぼったい子だったのに。変なの多かったからな F 組。いつでも俺の自分エースだ。好きだった。表現芸は最初からだけど直近では容量削減のためか最初からキレカをカットインしてることが多くてたまに違っくそってなる。俺にとってマーク・ギルダーはマキオボイスがベスト。やっぱ G ジェネといえばドキテイラストよね。ゼフィールだけ設定やたら細かいの増えた。声も堀秀幸でよかったな。 G ジェネオリで好きなのといえば進化の果てにターンタイプっぽくなるのがロマンすぎる。おいちゃんももう G ジェネオリみたいなもんよね。原作再現の威力がおかしいパンチ。好きで使ってた。また使いたいけど家庭版はしばらくないかな。猫目開いたらイケメンガンダムフェイスになるザンスパイン好き。 G ジェネも命中率が信頼ならなかった気がする。特に初代シャーザクのバズーカを避けたアムロのガンダム一般兵のクラッカー 10% が直撃クリティカルシコアファイターになりました。直後ボーナスステップにクラッカー 10% おかわりで爆発試算しました。嘘かまことか自分の攻撃は判定2回やってるとかいう話はどっかで聞いた。ミサイルが命中率以上に当たりやすいのはそのためだって。 F はこっちの攻撃はめっちゃ当たるし敵の攻撃は回避しまくるし逆の意味で信用できなかった気がする。トルネードの LG ジェネをやったことない。こんなかっこいいのが序盤から手に入っちゃったらこいつ強化し続けてわざわざいろんな作品のガンダム開発する気にならなそう。武装はバランスよく射程にも隙はないしビジュアルもいいから頑張って使うんだけどやっぱり他の機体も欲しくなるんだな。これがあんま強くないところも含めてトルネード好き。そういえばついにトルネードまできっと出たなー。 G ジェネシリーズのオリジナル機体。武装つくな武装。パッケには初で SD ガンダム GX ってちゃんとあったから、X ガンダムと X ザクも期待していいのかな。初代のオープニングのパカパカ切り替わるやつ。こうしてみると、メンツがマニアック。当時の中高生は G ジェネーフとギレンの野望ジオンの系譜がガンダム知識の源泉であろうな。まさに俺は友達から借りたゼロが俺のガンダムの始まりだったな。プラは作ったことあっても作品は見たことないって人かなり多かった。アニメちょっと見たことあるくらいの知識で入って F で見たことも聞いたこともない作品が多いってなる。何この灰色のジム部隊シルエットフォーミュラ GT4 とかいうのできたけど君誰。ああ、この青いジムのやつ知ってる。友達の家にあったゲームのやつだーってなった。クロスボーンは当然として F90 関連も G ジェネ F が拾ってくれたのが今に繋がっている。 G ジェネは紙媒体の作品が脚光を浴びるきっかけを作ってくれた偉大なシリーズ。